J リーグニュース。この動画では J リーグのニュースの中から気になったニュースを紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。一つ目のニュースは、ヴィッセル神戸が新監督にロティーナ氏が就任することが4月8日に発表されました。ロティーナ氏はスペイン出身の監督で、スペインで経験を積んだ後、2016年11月25日に東京ヴェルディの監督に就任をしました。ヴェルディは前年 J2 で22チーム中18位でしたが、ロティーナ氏は就任1年目で5位に引き上げました。就任2年目では6位という結果を残しました。2019年シーズンはスレッソ大阪で監督に就任。失点は J1 リーグ34試合で25とリーグ最少であり、J リーグ歴代2位タイ、セレッソ大阪の史上最少失点でありました。リーグ戦は18勝5分け11敗の成績で5位という結果を残しました。2020年シーズンも引き続きセレッソ大阪で指揮を取り、開幕戦から上位をキープし続け、前年を上回る4位という結果を残しました。2年連続で5位以上の好成績を収め、ACL 出場権も獲得をしましたが、2020年シーズンをもってセレッソ大阪から退任することが発表されました。ロティーナ氏は就任2年間でセレッソ大阪史上 J1 で最も高い平均勝率を記録しました。2021年シーズンは清水エスパルスに就任。しかし4試合を残して清水エスパルスとの契約を双方合意の上で解除しました。ロティーナ氏は守備に特徴がある監督で、縦横に非常にコンパクトな守備ブロックをするのが特徴だと思います。現在ヴィッセル神戸は9試合を戦って15失点と試合数もありますが、リーグワーストの数字になっています。ロティーナ氏が就任したことで守備が改善されるか期待をしています。続いてのニュースは、川崎フロンターレディフェンダー登里恭平選手の負傷内容について、4月3日に川崎フロンターレのクラブ公式サイトで発表されました。登里選手は3月20日に行われたトレーニングで負傷をしてしまい、右大腿二頭筋肉離れと診断されました。全治は5から6週間程度を要する見込みだそうです。登里選手はこれまで J1 のリーグ戦4試合に出場していました。今月 ACL のグループステージがあるだけに、登里選手の離脱は非常に大きいかと思います。川崎フロンターレは登里選手以外にも車谷選手、ジェジエウ選手のディフェンダー2人が離脱をしてしまっています。車谷選手は開幕戦で負傷交代をしてしまい、右肩関節脱臼と診断されました。全体練習に復帰しているという情報がありますので、近いうちに車谷選手のプレーを見ることができると思います。ジェジエウ選手は昨シーズンの J リーグ第37節で負傷をしてしまい、左膝前十字靭帯損傷という大怪我を負ってしまいました。リハビリをブラジルで行うために帰国したことが3月9日に発表されました。 JJF 選手が早急に復帰できることを祈っています。続いてのニュースは、浦和レッズディフェンダー犬飼智也選手の負傷内容について、4月4日にクラブ公式サイトで発表されました。犬飼選手は J1 リーグ第6節の北海道コンサドーレ札幌戦で空中戦の際に左膝を痛め、担架に運ばれてピッチを後にしていました。診断の結果、左膝蓋骨骨折で全治まで約6ヶ月の見込みという結果でした。ACL を戦う上で犬飼選手の長期離脱はチームにとって大きなダメージになってしまうと思います。犬飼選手が1日でも早く戻れることを祈っています。続いてのニュースは、名古屋グランパスディフェンダー成瀬俊平選手がファジアーノ岡山への育成型期限付き移籍することが4月5日に発表されました。成瀬選手は現在21歳のプレイヤーで、2018年2月23日に名古屋グランパスより2種登録され、リーグ戦には3月18日の第4節川崎フロンターレ戦で初出場、17歳2ヶ月1日での出場はグランパスの最年少出場となりました。成瀬選手はアンダー21日本代表メンバーにも選出されており、先日行われた
ドバイカップにも2試合出場し、大会優勝に大きく貢献をしています。アジアの岡山で経験を積み成長できることを期待しています。続いてのニュースは、セレッソ大阪フォワード中島元彦選手がベガルタ仙台への育成型期限付き移籍することが4月6日に発表されました。中島選手は現在22歳のプレイヤーで、2008年からセレッソ大阪のアカデミーで育ち、アンダー18に所属していた2016年5月に西登録選手に登録されました。2018年にトップチームに昇格をし、2020年4月に J2 アルビレックス新潟へ育成型期限付き移籍で加入をしました。シーズン終了後にセレッソ大阪に復帰、2021年シーズンはリーグ戦12試合に出場、2ゴールという結果を残しています。今シーズン活躍をしている山田大翔選手のように、ベガルタ仙台で経験を積み、セレッソ大阪で活躍ができることを期待しています。続いてのニュースは、 J2 リーグ第8節モンテディオ山形対アジアの岡山の試合が、担当審判の競技規則適用ミスが試合結果に影響を及ぼしたとして再試合することが決定しました。前半11分、モンテディオ山形のディフェンダーハンダリフ選手がゴールキーパーの後藤選手にバックパスをしましたが、そのパスがゴール方向に転がり、後藤選手が慌ててゴールに戻り、手でボールをかき出しました。競技規則では、バックパスをゴールキーパーが手で扱った場合、アジアの岡山には間接フリーキックが与えられますが、ゴールキーパーには懲罰の罰則は与えられないことになっていますが、主審は後藤選手にレッドカードを出し退場になっていました。試合はアジアの岡山が0対1で勝利をしていましたが、再試合することが決定しました。以上が気になったニュースになります。気になったニュースについて毎週投稿していますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ディッパーのサッカーチャンネルでした。